吉田さん、まあエジソンぐらいになるとなんか何を喋っても名言になるんじゃないですかね。今日はね、こち亀の両津勘吉をちょっと紹介したいと思うんですけどもね。まあ、いざという時っていうキーワードがあるんですよ。で、両津勘吉、両さんはこう言うんですよ。いざという時、俺なんか一年中いざという時だよみたいなね。いやでもこれ本当そうですよ、ね、なんか緊急事態宣言っていうのがありましたけど、ね、笑わせるなと思って、毎日緊急事態よみたいな。緊急じゃない時ってあるのみたいなね、うん、そこじゃないですかね。なんか毎日人生360度のどっかに緊急事態を探して、それに対応していけば、まあ、なんかね、そのまあ暇じゃないなというところがあるし、だからなんかこう将来出てくるおかしな邪魔者がね、去っていく、その目を摘むことができるのかなと思うんですよ。ちょっとそれができなかった時はね、なんか目の前にあるものを掴んでしまって、それがガセだったりとかね、ドブだったりね、なんか毒蛇だったりね、結構ねしたもんですけども、なんかそのいつも緊急事態っていうのはどういうことかっていうと、まあ急にね何かが起こるかもしれないなとかね、急に雨が降るかもしれないなとか、今地震が起きたらどうしようとかっていう、なんかその奇想天外なことじゃなくて、何度も何度も誰もが経験してることを、今起きたらどうしようかなっていうこととか、まあ、起きそうだなっていう予兆を感じるとかね、泥棒が入ったとかね、暴力でなんか襲われたとかね、予測もしないことが起きたみたいなね、そもそも予測しておけってことだから、そういうのがこの地球上で起きることに、そんなね予想不可能なことってあんまり起きなくって、それこそ空襲警報がね鳴ったらそれは予想不可能だなと思いますけど、そこすら予想して、まあ今ね、J アラートが鳴ったらどうしようかなぐらいのことを思っておくとかね、まあ亮さんの場合はあれですよね、いろいろといたずらをやりすぎて商店街の人に月を払えって言われる緊急事態とか、しっちゃかめっちゃかやって部長が乗り込んできて、何やってる亮津このバカもんがって言われる緊急事態とか、中川に貸したねお金が先輩早く貸してくださいよって言われる緊急事態とかねあんなところなんでしょうけども、だから一年中緊急事態だから、あのこち亀ってのは漫画になったんでしょうね、きっと。だって何も起きてない漫画って誰も読まないじゃないですか。今日も平和で当たり障りなく過ごしましたって言ってからね、週刊漫画の21ページとか26ページって読めないですよね、やっぱりね。なんかトラブルが起きるとか、主人公にさもなければ主人公がトラブルを起こすとかじゃないと、まあ、読んでらんないっていうか、ストーリーが生まれないんで、まあ緊急事態万歳ということで、よろしいんじゃないでしょうか。まあ両津勘吉からね、これ学べるのかどうか分かりませんけどね、何気ない一言の中にも、なんかこうね、自分の暮らしとか考えに紐付けしていくとまあ漫画も2倍3倍楽しめるかなってことですね。まあ、トーマス・エジソン、まあまあすごい偉大な人で、多分エジソンの恩恵を受けてない人ってこの地上にいないでしょうね。みんな電気を使ってるんで、その延長線上にインターネットがあってスマホがあって、エジソンありがとうみたいな感じで。でもエジソンが出てこなくても誰か別の天才が電気ぐらいは発明したでしょうね。ニコラ・テスラとかね、はい、じゃあいってらっしゃい。